東エルサレムは現代のエルサレム東部の地区名。1949年以前のエルサレム地域の20%を占め、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地でもある旧市街を含む。ただし、現在の東エルサレムは1967年に周囲の28の自治体を編入しているため、1949年以前とは範囲が異なる。 パレスチナ国は東エルサレムを首都とみなしているが、現状はイスラエルが実効支配を行っている。2014年7月1日の人口は25万5700人。エルサレムの旧市街は東エルサレムにあり、旧市街はユダヤ教、キリスト教、並びにイスラム教の聖地として国際的に知られている。東エルサレムが成立したのは、 1949年の第一次中東戦争の休戦協定によりエルサレムをイスラエルとヨルダンが東西に分割統治したことに始まる。イスラエルは西エルサレムを含んだ地域をヨルダンは旧市街を含めた東エルサレムを含めたヨルダン川西岸地域を統治することとなった。しかし1967年の第三次中東戦争時にイスラエルが ヨルダン川西岸地区を占領。東エルサレムもイスラエルの占領下に置かれ、周囲の28の地方自治体とともに西エルサレムに統一、編入された。この新エルサレムは現在に至るまでイスラエルが実行支配しているが、国際的には認められていない。この際、アラブ人住民はイスラエルによって居住権を有する在住外国人としての扱いで、 在住を認められた。しかし、イスラエルは戦略的に非ユダヤ人人口をエルサレム全体の3割以下に抑える方針を示しており、非ユダヤ人に対しては建造物建設許可率をユダヤ人より低く抑える、居住権剥奪によるエルサレムからの物理的追放などの民族浄化政策が行われている。ヨルダンは1994年に締結した。 イスラエル・ヨルダン平和条約で、東、エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の領有を放棄した。しかし、パレスチナ自治政府は、東、エルサレムを独立後の首都とみなしている。中東の衛星放送、アルジャジーラの報道によれば、2008年のエフー,ドーオルメルト首相とパレスチナ自治政府のマフムード・アッバース、議長の秘密交渉の中でパレスチナ側が、 同地域の春ホマ地区を除く全入植地をイスラエル側に譲とする大幅な情報案を示していた経緯が明らかにされている。21世紀に入る前後からイスラエルの入植者団体アテアレット・コハナム・ナエラット指紋はアラブ人住民の土地買収を進めており、応じない住民の立ちのき請求訴訟を起こしたり、所有権を主張して強引に居座る行動を起こした。 アテレット・コハナ村は、主張の根拠を九百四十八年以前の、ユダヤ人の土地を取り返す目的としている。アテレット・コハナ村の訴訟戦術はいくつかの敗訴はあるが相対として、成果を上げつつある。二千二十年十月二十二日、エルサレムのイスラエル連邦判事裁判所は、二十四人のパレスチナ人住民のうち、十二人の退去と、ユダヤ人入植者への明け渡し、 さらに入職費用7000シンシェケルの負担を命じた。また11月26日、エルサレム地方裁判所は、東エルサレムのパレスチナ人、住民87人の立ち退きを命じた。国連人道問題調整事務所の報告によると、2021年1月11日現在、877人が、立ち退きの危機にさらされている。国連特別報告者のマイケル・リンクは、 イスラエルの裁判所によるパレスチナ人住民たちの記め令はジュネーブ第4条約49条の住民の強制移住の禁止に違反していると批判した。なお、東エルサレムは歴史的にヨルダン川西岸地区に含まれてはいるが、政治的、文化的、人道的な重要性からヨルダン川西岸地区とは別個に取り扱われることが多い。一例としてオスロ合意は 他のパレスチナ領域と別個の問題として、東エルサレムを取り扱っている。また、イスラエルは東エルサレムの併合を宣言しているため、イスラエルは東エルサレムをヨルダン川西岸地区の一部としては考えていない。東エルサレムは主にパレスチナ人が居住しており、交通機関などもパレスチナ人特有のアラブバスが運行されている。 ユダヤ教の読むキプールに該当する日においても、東エルサレムにおいては、通常の日常生活が営まれている。シティ・ポピュレーション・エツ・ランビ、2017年1月20日、エルサレムにおける、イスラエル占領政策とパレスチナ人の戦術、住居建設の事例から、イスラーム世界研究第2巻、第2号、京都大学イスラーム地域研究センター、2009年3月、 131から151ページ、2021年1月13日、閲覧。パラステニオンズ、アタックアルジャジェーラディストーティッド、トークスレイクスビシュニュース、2011年1月24日、ニア・ハッソン、コートオーダーズ・ダース・オブ・パラステニオンズ、アウト・オブ・エルサレム・ホームズ・ツー、メイクウェイ・フォー・セダラース、ハーレツ、 https://www.haaretz.com/.ysrael-news/. プレミアムコートオーダーズダースオブ、パラステニオンズアウトオブエルサレムホームズ2、メイクウェイフォーセタラースマイナス1.91573202021年1月13日閲覧。J ストリアーイスライリー・オーソリティズ・アレア・テンプティング・ツー・イビクトフォー・パレスチニアン・ファミリーズ・フロム・ゼア・ホーム・イン・ザ・シーク、ジェラ・ネイバー・フット・オブ・イース・ト・エルサレム、オブ・ザ・24パレスチニアン・ファミリーズ・イン・シーク・ジェラ、12アレ・オン・ザ・ブリンク・オブ・ホーム・リスネス・デューリング、エーパンデミック・ザ・イビクションス・キャン・ノット・ゴ・ースルー。ツイッター、2020年12月1 1日閲覧。ライナ・アルサーフィン。 イビクションオブパラステニオンズインシークジェラ、パートオブイスライリーポリシー。ツイッター、2020年12月11日閲覧。イスラエル、オプト、UN x パートコールズフォーリバーサルオブイスラエルエス、イビクション、オーダーアゲンスト16パレスチニアンファミリーズ、国際連合人権高等弁務官事務所、2021年1月13日閲覧。 イスラエルの人権団体と国連の専門家、パレスチナ人が追い立てられそうになっていることを非難。アラブニュース、2021年1月13日閲覧。ありがとうございます。